はいどうもお疲れ様です。3月7日朝6時の相場解説になります。冷やしを見ていただくと相変わらずですけども上昇トレンドが見て取れますよね。で、この3つの価格帯を抜けたわけなんですけども、この後ね、この価格帯に再び潜っていくっていう懸念はまあなくなったのかなと思います。横ばい状態ではあるんですけども、 ただもう下に沈みゆく勢いはもうちょっとこの図を見るところないかなっていうところですね4時間の方を見ていきます、はい、4時間でもそうなんですけども一旦135円の556の下に潜ったとしてもすぐにヒゲを出して実態を残さずに浮上しておりますねで下のまあ上底過程の過程ですけども下に行く勢いっていうのは限られてるんですけども 上に行く勢いっていうのは、いくつか山を作って、まだ伸びを感じるところがあります。まだ、あの、上昇のトレンドを大きく作るまでには至らないんですけどもね。で、ここで大きく突き上げた後、次の突き上げは今んところ来てないんですけども、うん、ただ、まあ、上昇圧力の方が強いかなっていうところですね。で、1時間になります。1時間は、 あの前回のオリガルヒの動画でもお示ししてますけども、ダブルボトムがあって、ボトムっていうのがまさにね、この135円の556の下に回ってるところなんですよ。ですんで、このダブルボトムから上昇の勢いを作る中でギザギザと上がっていく、その一つがここだったのかなっていうところですね。で、今度はね、136円に今乗るか乗らないかっていうところで、 たまに行ったりしてるわけですけども、本日は136円に十分乗り切るところで終わっていけば、まあ、今週の見通しも立つかなというところですよね。136円、137円乗っていくって感じで。まあ、ですんで今日は、もうすでにエントリーされてる方はいると思いますけども、倍で取れると思います。入れる方はね、もうすでに、この辺りで入ったり、この辺りで入ったり、そしてこの辺りで入ったりっていうのがあると思います。いかがでしょうかね。 はい。じゃあ今日も倍で撮っていきます。えー、まだ入られてない方は、一応ね、このネックラインを超えてから入るといいと思いますよ。それではまた、FX オリりルの方は追加させてもらいます。